どうも、こんにちは。っか塾の久保です。今日も舞姫大学特別講義をお届けします。ナミさんの方から送られてきた動画は、お金を稼ぐことの本当の意味ということだったんですけども、まあ非常にね、聞き応えのあるお話だったと思います。で、私からお金を稼ぐことの、私が作ったあの意義なんですけども、まあそれはね、一つ安心感なんですよね。で私は40歳過ぎるまでもう全くお金がなくてあて、やっぱり携わってる仕事も赤字続きだったんですよ。 でその中で、えー、広島市の中区本通りというところでね私が手がけた最後の店舗があったわけなんですけどもでそこには数少ない社員がね働いてくれてなんとか給料を払っていたんですが給料を払うたんびに私の方は100万以上の赤字を垂れ流していたんですよね、まあ、つまり店は持っていたんですけども毎月毎月100万以上の赤字を出していたってことなんですよ、まあ、そうすると将来が不安というよりももう投げやりですよね40過ぎですから でも持ち物は何もないし借金ばかりが増えていくしでも社員は毎月毎月私の給料を当てにして自分の暮らしを作ってますしね将来設計それなりにあったでしょうねで私は店を閉めることを決めて2年間ぐらいかけてまあ社員とまあ別れたわけなんですけどもいやでもね社員は転職の道があったでしょうけど私は当時40歳過ぎてますからね 不安でしたね。うん、不安だったんですけども、それを通り越してもうやけだったんですよね。で、そこで、やっぱりお金がないと、何の将来の展望もかけないなというところもあって、店を閉める前に、まあ、インターネットビジネスってやつに手を出してみたんですよね。まあ、インターネットビジネスっていうと、なんか魔法のね、お金が降ってくるような仕組みだというふうに当時は思っていたんですけども、きちんと学んでみると、割とまともなことを言ってるなと。で、それは何かっていうと、 集客するためにインターネットを使って当時はブログっていうのが多かったんですけどもブログやツイッターでいろんなところに表現をしていきましょうとそうすると自分の記事や、まあ、画像ですよねそういったものに興味を示す方がいるからそこに対してアプローチをかけていくつまり販売をしていくんだよっていうことだったんですよねでそこで私が組み立てたのは、まあ、10万円稼ぐ方法を2万円で売りますっていう商品だったんですよ これ今で言うと私は10万円稼ぐ方法なんていうのもちょお茶の子さいさいなんですけどもやっぱりびっくりするわけですよね特にお金が稼げてない人にとってみたら10万円稼ぐ方法を2万円で売ってくれるんだったら差額の8万円利益が出るっていうのはこれ簡単にわかるじゃないですかでも実際そういうのがあるんですよ単純に当時はそのセルフバックっていうのがそれだったんですよねセルフバックっていうのは、まあ、今でこそたくさんの方に知られてますけどもいまだに知らない人もいるんですよ 10年前はもっと多くの方が知らずにいや知っていてもなんか危なっかしいなってことで手を出さなかったんですよでも私がですねそれを目の前で実践してお見せするセミナーをやってつまりセミナー中に参加者全員のアカウントに売り上げを立てたんですよねそしてそれが数か月後にきちんと銀行口座に入金されるっていう仕組みだったんですよ、まあ、これがですね1万9800円でこのセミナーが売れたんですよね 時間にして大体1時間前後です。いや、人気でしたよね。まあ、これによって多くの方が少なくとも2万円以上。で、原理的には10万円以上稼げるわけですから。あとは本人がそれを続けるかどうかっていう問題になってきますけども、やっぱり当時のね、ネオヒルズっていう熱もあって、皆さんしてくれたわけなんですよ。で、10万円以上稼げるようになった人が、これを自己アフィリエイトではなくって、 他者に対するアフィリエイトをやってててていきましょううっっっっこととで、でややブログをやろうかなな気になってくれたわけですよね。まあそういった経緯がありまして私の方としても最初のインターネットビジネスの足場が築けたわけなんですようんでお金があるっていう安心感はどういうふうに私の暮らしを変化させたかっていうとまずはね結婚してみようかなと思ったわけなんですよまあ交際していた女性は結構いたんですけども40過ぎてね 本当に身を固めようと思った時にはったりじゃないお金が必要だったんですよねでそこでこのインターネットビジネスを職業にした即課塾っていうものをきちんと建てることにして体系化してですねきちんとその中で組織づくりをしたわけなんですよ弟子も稼がせることにしましたし弟子からも新しい形で放送していただいてね私の弟子も第一期生っていうんですかね当時2013年から始まった即課塾 早速1年目で月収100万っていうのをね何人か輩出することになりましてやっぱり地域広島を中心にだいぶ有名になってきたかなっていうところですよねでそれをネオヒルズの方に持ち込んで実績紹介した時に、まあ、全国区になったっていうところかなと思いますそれがまあ今に至るわけなんですけどねえそして昨日ですけども私の子供のね大和くん3歳なんですけども深夜3時に目が覚めちゃったんですよ 珍しいことなんですけどねそれから一切寝ることがなくって、まあ、私もねちょっと深夜の仕事ができないなと思ったんですけどもまあでも、うん、深夜のドライブに出かけて楽しんでいただいてねそれから帰ってきてまあお幼稚園のお迎えのバスが来たんでそこに、まあ、放り込んだって形なんですけどもこれも結局お金があるっていう安心感からできることなんだろうなと思います例えば私がねまあ日々 朝7時とか8時に出勤があるっていう形を取ってると、とてもじゃないけどもね、そんなことはできなかったと思います。なんか無理やりにでもね、寝かしつけたか、ひょっとしたらどっかにね、閉じ込めたかもしれないですよね。まあそんなことをするとね、もう監禁とかね、虐待になっちゃいますけども、実際子育てをしてるお父さんお母さんって、もうそういうふうにね、短期でムカーッとくることもあるんじゃないかなと思うんですよ。私の場合は、あの、おかげさまでこういう暮らしになりましたんで、かなりの自由が効きますから、あの、あまりね、いちいち、 あの眠れないからって言って怒ることもなくなったんですけどもね。まあそういう感じでお金があるってことは安心感につながってやっぱり社会不安ってものすごく大きいと思うんですよ。で、それに対して立ち向かうためにはいろんな方法あると思いますよ。精神を鍛えるとか環境を整えるとか。でもそのうちの一つにお金を自力で稼げる力を作るっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。そしてお金を稼ぐっていうのは取り物をさずお金を払ってくれた人の役に立てているってことなんですよ。 継続的にね。まさに世のため、人のため、金のために働くっていうね。ちょっと最後はオチみたいになっちゃいましたけども、そんな形じゃないかなと思います。それでは今日も頑張っていってみましょう。いってらっしゃい。